リスマスイブか。お、アスカちゃん。一緒にどっか行かない？行きましょう。亀田くんも誘う。やっぱあるんだなここでも。夜景を見に行く。で、なんか絶対って言っていいほどなんか羨ましいでヤンスって出てくるよね。もう遅いし、そろそろ帰ろうか。家まで送っていく。一人で帰る。プレゼントを渡す。送っていくでいっか。プレゼントって何か持ってるとか、そういうことかな。すでに俺は持ってるのかな。送っていきます。お、ムード丸。ムード丸大事よ。こういうのは取っておきたい。ムード丸。アベレージ取っちゃうか。ヒット性の当たり出やすくなる的なやつだっけ。さあ、年が明けました。の、アスカちゃん、よろしくお願いします。明けおめです。能力を上げたいで。今年こそ基地だ。よかった。秘密よ。よかったよかった。2年連続の大凶とはいかなかったですね。さあ、ノックをしていこう。さあ、ノック。気晴らしにゲームでもやっていかないかい。ゲゲゲッチ、ゲゲゲッチ。お、マリコさん。お、そして5回目。お、あどんまいすぎるな。あ、でも好感度上がるんだ。顔が真っ青ですよ。あー、陽子先生。よし、とりあえず E まで上げた。さあ、ノックしよう。あ、大丈夫、任せ。いい感じになってるからな。こっからちょっと実力でいきたいっす。逃げられました。2回成功してるともっとすごくはなるんだけど、ちょっと覗いてみたまえ。ひょっとして俺たちが帰った後で毎日グラウンドの整備を。普通の野球部と違って我が野球部には1年部員が存在しないからね。その部分を先生たちがやってるんだ。みんなと相談する。気づかないふりをする。先生と話してみる。みんなと相談かな。
ねえ、みんなでやりましょうよ。さあノック、バレンタインデーか。お、アスカちゃん、ありがとうございます。虫歯になった、マジか。虫歯は直したいな。よーし、よかったよかった。さあ回復。さあノック、もういっちゃおう。頑張ったな。お、アスカちゃん入りましょう。なあ、よっしゃ。さあ簡易服、よし、ノックをやっていこう。よろしくお願いします。お、でも確実に小先生成長している、レベルアップしてる。ノック、さあということで3年生かな、新学期な。さあ第3章疾風怒涛編、目指せ甲子園。おー、ガイドさん、外さない方がよかった気がする。わし、たこ焼き屋になったんや。また差し入れ持って様子を見に来たるわ。ありがとうございます。とりあえずこんな感じでいきましょう。で練習ノックしようぜ。で世間評価っていうのを全然見てなかったんで、ちょっと見ようかな次の時。連載、あら、教頭先生が乗り換えようとしてる。一応クリア範囲はもう満たしてるんだ。世間の評価、チームメイトの評価はちょっと見なかったことにしておきましょうか。なるほどね、我が武田くんも頑張ってますね。我らが武田くんも。佐野くん、お、亀田くん、矢部くんでした。パワフル高校の矢部くんって本当に亀田くんそっくりなんだ。偶然でやんすよね。おいらの父親も矢部って言うでやんす。ちょっと待て、どうして君のお父さん亀田じゃないんだ。あまりこのことに深入りしないことにしようですね。
さてと、アスカちゃんとおデートしますか。ちょっと練習練習ってなっちゃったんで。水族館あるね。公園と水族館ある。4個目の選択肢が絶対に亀田くんの家だよな。お、アスカちゃんめちゃめちゃ出てきますね。あー、ゆきちゃん、さあ、ノック。お、さらにアスカちゃん、そしてゆきちゃん。水原くん、4回目ぐらいだよそれ。ガイア1本でやらせてくれ。頑張って、ちょっと肩の力とか上げるから、できるだけ。とりあえず D 乗せて、なんかそれなりに良くなってきてるよね。いい感じになってる気がする。アスカちゃん、公園で。うん、アスカちゃん行きましょう。さあ、ノック。勢いで野球部の顧問だって言っちゃったじゃない。乗せられちゃったな。まあでも世間評価的には上がってるけど、陽子先生めちゃめちゃもう身を削って頑張ってくれてるもんな。行きましょう。もうそんな中俺はアスカちゃんと一緒に帰るっていう。さあ、お電話しましょう。遊園地で恋の病になった。そりゃまずないか。亀田くんの家気になるから選んじゃうか。あ、普通に言ってくれるんだ。どうしようかな、帰りましょう。まあでもここに関しては別の選択肢を選ぶ理由がないもんな。その句、お、バースデー。アスカちゃん、ありがとうございます。お、スパイクが欲しい。これは欲しい。アベレージは持ってんだよね。ただち
チャンス上げて盗塁も2つ取っちゃう。いける。よし。あんまね、このパワープロ系のね、怪我率ってね、なかなか高いんで10超えてたらもうやめた方がいいレベルの練習で練習するのね。そんな感じなんですよね。水族館行きましょう。プロ行きますよ。ありがとうございます。さあ試合になりましたね。夏の大会、これはもう負けたらそこまでですもんね。高校野球勝ち進んでいくしかない。ストレッチするか。さあ頑張りましょう。いろんなことあったね。最後だけど最初のチャンスでもあるんだ。いけるいけるぞ。な、俺5番になってる。ボブ君と変わったのか。まあパワー上がってきましたもんね。よし、点取れるよね。頑張るぞ。ハガネ君からか。ピッチャー平山君か。ちょっとチェックしてみてもいいかな。あ、武田君はまだ出てないんだ。オッケーオッケー。控えに残ってるなら平山君の体力のことはあんまり心配しなくていいかな。うわー取れないか。マジか。アンソン、やば、普通に打たれそうな感じだった今。カーブで、うわーマジで。同点までにしときたいな。引っ掛けてくんないですかね。そう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 。よし、ワンアウトワンアウト。ナイスキャッチ。俺の武田君頼んだぞ。マジかー。
カット。うわー、これ際どい。ナイスキャッチ。今のビッグプレーだ。銀次ナイス。オッケー、よし、逆転はされなかった。勝つぞ。ハデ君強くなってんな。よいしょ。全然いい全然いい、繋いでいこう。ちょっともったいなかったっすね、今ど真ん中だった。はい、うわー、進化、高速進化。よいしょー、いいよいいよ、ナイスバッティング。パルを外してきたぞ。あら、満塁策。いや、勝負か。よいしょ、1点取れるかこれ。よし、オッケーオッケー、ナイスナイス。水原くん、もう1点欲しいっすね。三塁ボブくんいるから。まあ、しまった、振っちゃったよ。よいしょ、オッケーオッケー、危な、ナイスナイス、間に合ってる間に合ってる。カーブ怖いな、やっぱめっちゃ曲がるよね。まあでも打つしかない。よし、ナイスバッティング、振っていくしかねえ。連続ホームラン、いいね、ナイス。俺よし、いいね、いよいよ繋いでいきましょう。よし、しゃがね君を下ろしたぞ、マウンドから下ろさせましたよ。おお、すごいな、いいねいいね、勝つんだ俺たちは。いいね、
俺ウィンクしとった。ナイスボブ。早いね、さすが。もう取れるだけ取っちゃおう、ここまで来たら。よいしょ、ナイスバッティング、水原くん。よいしょ、続けよ、俺続けよ。いいね、2本目。村上くんと2本ずつ打ってるな。やばい、マジで止まらない。真ん中投げてくるんだもんな、打ちに行ってしまう。さすがにね、さすがにね、ちょっと動画のことも考えます。ドナルド来たな、ドナルドさん。よし、任せたぜ武田くん。よし、いいね、いいね。あと2人。大丈夫。わあ、取れなかったか。マジか。大丈夫、よし、これは一塁かな。オッケー、よーし、勝ちました、ありがとうございます。ありがとうございます。みんな上がってるね、すげえ。あ、ソミちゃん、
ストレッチかな。五感高校は2回戦3回戦と順調に勝ち進んでいった。おお、マスクロ君、決勝のちとも。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。